I guess that was supposed to happen because he was just so ridiculously OP. He get even the businessman? That's tough. So there's quite a few Mr. Shakedowns. Okay. Cool. That's a cool mechanic. But that guy is pretty tough. What's going on? Excellent. Is this guy just... Yeah, he's just heading him out to people. To strangers. Okay, L1 block, X, dodge. I think you have the other buttons too. Where is he? Why are they fighting me? I'm not Yakuza anymore. Ow. Oh my, hold on, yo. I hate this game. It just took me a while to remember that I still hate this game. I dropped this. I don't know how to drop this, but I'd like to drop it. There it is. I think I've got to block more instead of button mashing. That would definitely help. Need to block more. I wonder if the Mr. Shakedown guy, I don't know if I blocked or not against him, but I feel like he'd break my guard every time. More dudes. I'd like to fight these guys. I can't even find them. The men in black. Whoa. You guys see that dodge? Did I take a hit there? I don't think I did. But what they do in the no-hit stuff is they'd switch between stances, use the most OP moves, and then switch again.
quite the place we've got here. ビールしかねえぞ。わかってるって。他に期待しちゃいねえ。What the heck? Kiryu, you seriously live like this? あれから柏木さん、なんか言ってたか。いや、何も。そうか。でもお前が生きて戻ってきたの見てから、またすげえ勢いで冷麺食ってたよ。それまではむっつり黙って何にも喋らなかったんだけどな。That's nice to know he cares about me.あの人らしい。Is that Kiryu? だろ。そうか。あのクゼが縁故詰めることになるだな。何が起きるかわからねえもんだ。ああ。だがまだこれからだ。若頭補佐の3人のうちの誰かが空の一粒を手にすりゃ。風間のおやつさんは組を追われる。それに俺の殺しの濡れ衣も晴らさねえと。サスに目つけられたらもう終わりだ。そのことなんだけどよ、キリュウ。実はな、東光クレジットの社長、さっき殺されたぞ。何？ニュースになってる。会社の中で撃ち殺されてたらしい。あの社長はクゼの指示でお前を殻の一つ子におびき出したんだろう。多分クゼがその口封じに殺させたんだ。クゼは、あいつはそんなに簡単に人を殺すのか。あのバカなんだってやるさ。てめえの身を守るためだ。だからよ、正面切ってクゼから真犯人聞き出すってのは相当難しいぜ。他のやり方考えないと。他のやり方。いや、そんなもんがありゃ苦労しねえか。錦、お前立花不動産って知ってるか。あ、立花不動産。組を抜けた後、その立花って男が来たんだ。殻の一粒を手にするために協力しろとな。奴は俺の濡れ衣を晴らせるとも言っていた。おい、待て、キリュウ。俺知ってるぞ、この立花不動産。奴ら、殻の一粒にまで手出そうとしてんのか。どういう連中なんだ。立花不動産は、町に事務所構えてるような真っ当な会社じゃねえ。俺も聞きかじりだけどよ。一言で言え、カムロ町に特化した不動産乗っ取りのスペシャリストだ。不動産乗っ取り？ああ、今カムロ町は狭い土地に飲み屋やら風俗やら店がひしめき合って空きがねえ。しかもそのほとんどを東上界の僕たちが仕切ってる。だが立花不動産はそのカムロ町の鉄の壁に穴を開けることができるんだ。鉄の壁に穴を開ける。どんなに繁盛してる店だろうが、立花不動産が目をつけりゃ数日持たずに中の人間は追い出されちまう。金、脅迫、嫌がらせ、ヤクザ顔負けのやり口で店潰しちゃ飽きになった不動産を転売するって話だ。たとえ登場会のケツ持ちと勝ち合おうがお構いなしにな。今時の不動産周りは金の足掴み競争だ。得体の知れない連中が群がってる。けどその中でも立花不動産は札付きだ。東上界本家も連中を排除しようと追ってるらしい。本家か。そのくらい厄介な連中ってことだ。けどそいつらがおめえの味方につくとなると面白くなるな。信用できる相手ならの話だ。なんで俺を引き込もうとするのか、立花の腹が読めねえ。なら明
少し突っ込んで立花不動産を調べてみようぜ。探ってみる価値はある。いや、調べるのは俺一人でやる。あ？お前が俺と一緒に動けば堂島組に目をつけられる。お前は関わりだ。キリュウ、組抜けると決めた時から一人でやるのは覚悟の上だ。Yeah, it definitely looks like we're going to be taking Tachibana's offer. And on that note, that ends today's episode. Glad you guys watched the end, and I'll see you tomorrow. Peace.